田市中田跡に行ってみます。土塁らしきこんもりとしたものがずっと続いています。こっちに行ってみましょう。これが歴史館ですね。土塁は屋形跡をぐるっと巡っているようです。水の音が聞こえます。今ここをこう歩いてきました。今度大手門の方に行ってみようと思います。先ほどのところに戻ってきたので、今度は大手門の方に歩いてみます。それにしても立派に土塁残ってますね。5分前ってことはもう並ばないんですか。並んで5分前だよ。お逃げ車埋もれている。天神様。八幡宮。晴れてきたので山がとても綺麗です。あれ、砥石城じゃない、砥石城の山じゃないかと思って。ここ砥石城じゃないかな。跡です。よく綺麗に残ってますよね。すごい。こちらの方向。屋敷がありました。馬屋の方からまっすぐ来たところが絡めて門です。真田市本庄跡に来ました。ここまで車で登ってこれちゃうので、山城ですが簡単に来れます。普段は下の屋敷に住んで、いざという時にはこの本庄に、を拠点にしたっていうことらしいですね。すごく見晴らしがいいです。高いところまで来ました。続いて、でもなんとなく地形的にはやっぱり堀ですよね。すごい、あっちの方に、はるか向こうに街が見えます。はい、ここ折り切りですね。こっち側に崖がこっち側にあって、こっちは堀ですね。で、こちら側にあるのが天白町、多分ここですね。そして先ほどのお屋敷というのがこちらの方面がちょっと見えないけど、ずっとこの長細い携帯のお城ですね。と登ってきて、でこっちが本丸の方になるのかな。お地蔵さん、今日も温かく見守ってくれてありがとうございます。ここにね、六文銭がありますよ。一番上まで登ってきました。結構広いですかね。大曲輪と書いてあります。本曲輪からまだ先があります。下っていきます。よいしょ。振り向いて、こちらが本曲輪ですね。そしてこちらが2の曲輪。すごい奥が広いですね。山の尾根っていうんでしょうか、そういうところをうまく使ってたんでしょうね。2の曲輪です。2の曲輪は広いですね。本曲輪、2の曲輪、3の曲輪というふうに長細くなってますね。それぞれが堀で切られていたんですね。こちらの方に見える方向に行くと、地蔵峠という峠を越えて向こう側は松代になるようです。ですね、この細いこの谷沿いをずっと行くんでしょうかね。向こう側が松代っていうのがちょっと不思議な気がします。砥石城が見えます。ここですね。星かなんかが上がればとってもよく見えたんでしょうね。見晴らしがいいです。3の曲輪に向かってみます。どんどん傾斜は下がっていますね。はい、そしてここもね、堀切りですね。気をつけて降りないと危ない。よいしょ。3の曲輪まで降りてきました。小口でもここからもよく見える砥石城。何回も言いますけど